とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、ガチャのピックアップめちゃくちゃいいのがあった。装備じゃなくって、よろずの方、見て。なんと、ギョギョッと棒が、ピックアップにある。これね、ギョギョッと棒は、最強だから。マジでこの帽子は最強装備。ちょうど100連回せるんで、100連で1つ以上当てていきたいと思います。スリッパとかね、スコープフェイス、これはいらないから、とにかくギョギョッと棒ください。で、さらに、ここだったらば、爆食メダルとかそういうのも狙えるから、こっちのね、よろずの方は本当にいい。行きましょう !100 連はい、金が来てブルブルとなると当たりだね。ピックアップの可能性がものすごく高い。来い。え、いきなりスリッパ、いきなりスリッパっすか。ああ、スリッパだ。全然いらない。これね、いらないのよ、スリッパは。めちゃくちゃ弱いから。いやー、強いと思ってる人、いや、いないでしょ。弱いもんだって。いきます。残り上の、上下2つはいらないから、本当にギョギョッと棒。ギョギョッと棒欲しい。うん、あー違う、タクトか。いや、爆食じゃないもんね。戦機か。いらないね。いりません。だいたい爆食が何につくかっていうのは、だいたいわかってるかな。でも、つくやつがいても、パーセンテージが低かったら、ダメなのよ。全然ダメ。20% とかだったら、全然使えないやつなんで。おー、なんだ。発展したけどダメなんかい。発展したけどね。ダメでした。あ、おー、はい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 。まあまあ。そこそこ美味しいかな。いきます。はい。ギョギョッと棒。レベル700ちょっと。お！来たね、これ。これは来たよ。ギョギョッと棒、これ来たでしょ。これはね、ピカピカは確かね、ピックアップだったもんね。必ず。あ、まさかのファッション。アスト君？なぜに？ファッションここで当たるのかい？まあ、いいか。まあ、いいよ、いいよ。いいよ。そうか。新しい新ファッション出るんだね。よろずでしか多分出ないよね。装備のとこで出ることはないと思うからね。まあ、いいでしょう。なんか、予想だにしないやつが出てびっくりしたんだけど。あ、出るんだね。そうか、そうか、そうか。いや、いいよ、いいよ。いいさ。おっと、無慈悲団長。これは爆食の可能性があるよ。あ、なあ、ノーマル。ノーマルです。で、ゼロストーム。697か。まあ、使えなくもないっていう。ところっすかね。この無慈悲団長は、爆食の可能性が高い。で、しかも結構パーセンテージの高い爆食なんで、いいんだよね。はい。次行きましょう。残り50年。今半分終わったね。ピカピカが1回来てるから、2回連続なしとか結構きついよ。2回連続なしきついな。はい。牛丼が来てる。ゼロストーン。まあ、鉄球、鉄球の方がま、使いやすいかな。さっきのやつより。よろしくないね。牛丼も、序盤の装備か。今となっては全然使えないけどね。序盤では結構、いいやつじゃない？じゃあ行きましょう。ギョギョッと棒。おーし！来た。今回は来た。これは来た。
ギョギョッとボ間違いないでしょう。来い、ギョギョッと。まさかの、まさかの、嘘。スナックワールドのマヨネ、まさか。でもまあ嬉しいじゃん、嬉しいよ、嬉しいよ。おお。そうか、そうか。これファッションが結構まだあるんだな、もしや。え、二つ来てるでしょ。ってことはまだ他のところのやつも来る？レイトン教授とか、ダンボール戦記とか、二の国とか、あるのかい？もしかして、まさかだったね。絶対ギョギョッと棒と思ったんだけどね。いや、でもまあ、嬉しいよ。持ってないやつが出てくれるっていうのは、すごく嬉しいんだけど。でもギョギョッと棒も、一個ぐらい出て。一個ぐらいギョギョッと棒来てよ。ああ、これ、ザ・ホームはなんかね、珍しいスキルがついてるやつがあったんだよな。なんだったっけ？ああ、忘れた。ラビリンスでね、入手した気はするんだけどね。ああ、珍しいスキルついてるなーって思ったんだけどね。はい、では、残り20連、いっちゃいましょう。2回とも金が、おしおし、来てくれればいい。そうか。五行が指してる金は、ファッションなのかもしれないね。ということは、このノーマルで、ブルブルが長かったらば、ピックアップか。いきます。まあ、爆食だったらいいけど。イノシシ？イノシシかい。イノシシ弱いよね。狙われている敵からのダメージ 15% ダウン。防御系のスキルは良くないんだ。爆食って見えたけど。違う。爆食って見えちゃったよ。はい。では、ラスト。いきましょう。4% だからどうだろうな。最後来て。金。最後。バーカ野郎！最後の最後。来なかったか。食べ物ばっかり。ダメ。もう最後1個いけ。金。そう甘くはないわな。はい。なるほどね。あ、でもまあ、ギョギョとも欲しかったけど、新ファッション手に入ったね。うん。まず、アストくんのやつが、あー、なるほどね。天魔の方が好きだな。マヨネは？あ、ありかもしんない。ありかもしんない。もうマヨネにしとこう。はい。なんとまさかのファッションが2つ新しいの出てきました。おそらくまだファッションが、あと3つあるな、こりゃ。はい。それもまあ、出すように頑張っていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー